今日はお疲れ様。とりあえず初日クリア。明日の撮影だけど本当に大丈夫？心配しないで。偽物の皮膚を貼るから外傷まではいかないけど、また少しの間あとは残るわ。今日のシーンにつながる大事な場面だから、作品のためにできることはやる。シャオちゃん、シャオさん大丈夫ですかね。とりあえずスタントマンにも待機してもらってますが。不自然なカメラ割りにならないように自分でやるって言ってるんだ。その心意気を無下にはできない。いいシーンを撮るぞ。はい。シャオさん、できる限り力が入っているように見せるから。いえ、むしろ手を抜かないでください。でないと自分でやる意味がなくなってしまいます。わかった。よし、本番。大丈夫、やれる。よーい、アクション。この裏切り者めが。我らを欺いた罪、死すら救いに感じるほどの苦しみで償わせてやる。こんなもの、そなたの心の痛みに比べれば。よく耐えた。あとセリフ一つだ。どうか幸せに。アクション。む、カッ。すみません、どうしても我慢できなくて。緊張感のない奴は外に出てろ。すみませんでした。あの小娘、わざとやりやったら捕まえてギッタギッタにしてやる。ダンティさん、冷静に、冷静に。うるさい。このシーンに関係ない奴はみんな出てけ。離しなさいよ。シャオ、スタントマンに代わってもらおう。使えるところまでは今のカットを使う。大丈夫です、撮り直しましょう。ショー、やりたいんです。お願いします。わかった。もう一度だ。最高のシーンにするぞ。はい。はい、カーッ。大丈夫か、ショー。ねえ、どうでしたか。テイクワンより良かった。ありがとう。かわいそうに。よく頑張ったって言って。昨日の夜のこともう忘れちゃった？今回のシーンにつながる大事な場面だから。シャオちゃん、でもね、何でもかんでも無理すればいいってわけじゃないのよ。私ね、今タイミングが来てる気がするの。ずっと何年も待ってたタイミングだから、やろうと思ったことは全部やっておきたい。無駄になっちゃってもいい、経験しておきたいの。なら私は目いっぱい褒めるわね。うん。そうだった、よく頑張ったわね、シャオちゃん。ありがとう、サンディちゃん。安静にね。今日この後用事あるんだよね。心配だし、撮影が終わるまではいるわ。うん、もう平気。じゃあ一回離れるけど、夜はホテルに戻ってくるから。なんか美味しいもの買ってきてね。はい。まあ、みんなで様子見に行こうって。シャオさん大丈夫ですか？ええ、大丈夫よ、心配しないで。スーシャオ。シャオさん、今日の撮影は以上です。お疲れ様でした。今日はよく頑張ってくれた。ゆっくり休んでくれ。はい、お疲れ様でした。もう昼間と全然違うじゃん。肝試しじゃないんだから、みんなと帰ってくればよかった。え、つけられてる。まずい、武器になりそうなものもない。
気がつけば今日も午前日ぬくもるソファーしばしさよならメイクを落とせばいつだって素直になれ